韓国政府が緩和した社会的距離の確保を予定通り5日に終了し、6日から生活の中の距離確保をスタートする中で関連詳細ガイドラインを3日に発表した。3日に中央災難安全対策本部が発表した生活の中の距離確保に関する詳細ガイドラインには事業所と郵便局移動するとき、 食事するとき、勉強するとき、ショッピングするとき、家族イベント、宗教施設、旅行するとき、映画館を含む予科など計算中一ケースにわたる詳細な生活貿易ガイドラインの内容が含まれている。すべてのガイドラインには、既存の 社会的距離の確保を通じて実践してきた基本的な貿易の決まりが共通して盛り込まれている。疑いの症状あるいは14日以内に海外旅行をした際は出勤を自制2メートル以上距離を置く手洗い、消毒剤使用席くしゃみをする際はティッシュあるいは服の袖で大屋外で2メートルの距離を置けない場合、マスクを着用するなどである。 パクヌンフ中央災難安全対策本部第一次長は、長期的かつ継続的な新型コロナウイルスの状況で、生活の中の距離確保は、現代における感染症対応の歴史に初めて試みるなれない事象であるとし、日常で享受することに多くの制約が加えられ、試行錯誤を重ねることになるが、 国民と医療関係者の力と可能性を固く信じていると述べた。続けて、今後貿易当局は、新型コロナウイルスの状況を定期的に評価して、状況が悪化した場合はいつでも再び強化された社会的距離の確保に戻るだろうと強調した。